お疲れ様です。どうもバナナオキです。本日はですね、僕がセンター試験でやらかして頭が真っ白になってしまった話をしていこうと思います。それじゃあ早速いっちゃいましょう。まず動画の、流れとしてはセンター試験当日の話と、センター試験のアドバイスを軽くしていこうかなと思います。まずセンター試験当日の話なんですけども、以前僕がセンター模試の動画を上げているんですけども、そこでも話した通り、僕は模試で一度も8割を超えたことなくて、センター試験が苦手だったんですけども、一応8割以上を目指して、挑みました。で、初日は国語、英語、社会科の科目だったんですけど、僕は割と苦手ではなかったんで、国語、英語に関しては。どちらも8割を超えて、で、世界史も7割ぐらいで、悪くはないんじゃないかなっていう感じで、初日は順調に終えましたね。で、2日目ですね。2日目は理系科目で、数学と物理科学を僕は受験しましたね。で、物理と科学は、物理は9割ぐらい。で、科学は8割ぐらいで、僕、科学苦手だったんですけど、割といい点数取れたので、そこで救われたかなと思うんですけど、数学がマジでやばかったですね。結果は、数学、数 1A が確か62点。で、数 2B が72点っていう、理系としてあるまじき行為で、9割以上取るのが理系、北大目指す人だったら普通みたいな感じなんですけど、そこでね、全然取れなかったんで、マジで最悪でしたね。で、僕は多分、今思うと全然センター試験、センター数学の準備は怠っていたのかなとは思いますね。模試とかも割と、できるでしょみたいな感じで解き直したり、そういうことしてたんで、今思えばちゃんと解き直すべきだったかなと思いますね。で、僕はめちゃめちゃすごいミスをやらかしてしまって、数学のベクトルの問題の X と Y を逆にして書いていて、で、それに気づいたのがもの残り数分前で、これはもうどうしようもできないわと思って、なんか頭が真っ白になって止まってしまって、手が。では、なんとか最初の数問ぐらいは直したんですけど、本当にね、そのせいもあってめちゃめちゃ点数低くなって、数 1A とかは普通にもうできなくて、なんかもう最後の方まで全然解けなくて問題が。もう本当に手が止まってしまって、で、次の問題行っても解けない。次の問題行っても解けないみたいな感じになってしまって、本当に焦って、数学はその後引きずってしまって最悪な結果になりましたね。他の教科に救われて一応合計 75% ぐらいで、ボーダーちょい下だったんですけど、受けられる範囲には、北大を受験できる範囲には行ったので、受験して合格することができてよかったんですけども、本当に頭が真っ白になるってことは、本当にあって、で、僕の友達とかでも間違って数 1A をやるところを、数 A を間違って解いてたりして、で、それに途中で気づくみたいな。そういうね、模試とかでも絶対やらないようなミス、本番でやる人は絶対、数人いるんですよね。で、僕も謎のミス、X と Y を逆にして問題を解くっていう謎のミスをやったりしてしまって、で、それを引きずってしまって全く解けないみたいなことがあるんで、誰もが言うアドバイスなんですけど、問題文をちゃんと見る。何を解いてるのかっていうのをしっかり、冷静にですね。冷静に早く、把握して、ちゃんと間違えないように解く。これがマジで一番大事かなと思いますね。共通テストかな、今年は。で、あと数週間だと思うんですけども、徹底的にね、苦手を潰して、ミスを絶対にしないように心がけて、勉強してほしいなと思います。やらかさないで、いい点数取れることを願っております。皆さん頑張ってください。あと数週間頑張れ。じゃあね。あちょ。